今工事中なんですけども、近々ちょっと大幅なリニューアルをされるということで、よーし OK ドレスリセットゲット、ヘイ、さあどう、よし OK やったぜ。さあ設定さないとこで刺していく。では、1時になりました。見えてるかな、13時。はい、というわけでリバースカードオープン。でまあリバースカード持ってないんですけど、リバースカードの効果が自分の引いた番号より一つ前の番号も打っていいと。なので僕2番引いてるんで、1の番号の台が打てると。なんで1と2っすね。でまあ最初の方とかでもお話ししてる通り600番台からしかないのかな。なので打てるのが10番の2桁の10番台から先と、末尾1ですね。なんでそこをちょっと今から探していきますが、打てる機種はさほど変わらないですね。ちょっと見に行きましょう。では台探しに行きましょうか。絆がね、1と2のついてる台番が一切ない。で現状だとノクトの検証が朝から稼働すごいんですけども、あ松1空いてるね。これただこれは変容が変わってて、このグラフの伸び方はこれはやばそうだな。初当たりが999分の1超えてるもんね。ちょっとこれは打てんな。でただその隣の松2の転生はもう初当たり4回ついてる1時の時点で、これは強そうですね。ここはでリゼロはあるけども、あここの561と562いい感じで出玉ついてますね。グラフもいい感じ、特に松一のリゼロはもう初当たり5回ついててグラフがすごいなんかこぜってる感じですね。あここの松一は強そう。でバラエティは黄門茶間が松一、大川図月下が2で、まだずっと朝一から打たれてるね。バーサスが1と2ってあるけどどっちも埋まってるね。またディスクアップあたりはもう1と2が外れてるからない。で今打ってる乙女2も正直もう設定には期待できないんで、転生がもしかしたらワンチャンかもしれないですけども難しいね。まあ乙女2あのまま今400だからあと500か天井まで、多分持ってる手玉で当たることはできると思いますけども、まあ、ちょっとお昼挟んで考えましょう。さあ店内ね1っていう番号が増えて、まあそこを踏まえて見てきたんですけども、やっぱりね特にないですね。で窓マギの反逆が1台、710番っていうのがあるんで、それがまあ打てるかな。でその台が朝から打ってて400のケツで当たって、そのままやめっていう状態で、まあ今誰も打たれてないと。なんでまあそっち打ってもいいんですけども、まあちょっと遠いけどもここまで打っちゃったしな。こいつをもうワンボーナス見て、でまあそれからでもいいかな反逆打つのは。さあ久々のチャンス目、さあ帯同でチャンス目引いた後ですけども、チャンス目引く前になんかちょっと煽り出てきてたんで、天井じゃねえのかなこれ。
さあ、持ちメダルで当たってくれましたけれども、どうしよっかな。点火ポイントが3290でしょ。で、変更かかってるっていうことを前提でね、行くんだったら、もしかしたら6000があって、まあそうだね、ですが当たるかもしれないだけども、久々に見たな。あ、虎柄だ、この褐色の。はい、さあ981ゲーム、まあ天井でしょうね。ここまでに、特殊リプレイ20回引いてますけども、まあ1回も当たってない、当たり前ですけどで、降格以降もバリクソ弱いっす。まあ間違いなく下だと思います。てか多分1だと思います。普通に200ゲームでの降格以降もね、0だったので、まあちょっと偶数、まあ分からんか。まあまあ半分分かってたんで大丈夫なんですけども、だから988ゲームで乙女ボーナス。頼むぞ、よっしゃん。あ、もしかして、わあ、やったラッキー。いや、これはラッキー。さあ、9ゲーム乙女ボーナス、昇格しないかな。チャンス目で当たってる前兆中に天井来たとか、そんなかもしれないですね。ダメか。さあ、もう全然ね、最初1本しか使ってないから十分プラス。赤赤赤、うわ白ださあ電気来たよ。いやー、これは終わりそうだな。あー、やったよかった。ふう。信号止めくれ。ラッキー。さあ、ストックゲットでございます。さあ27ゲーム、よし、 OK。 さあ、新乙女ボーナス、よし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 。乙女ボーナス多いな。白か。鬼退場。立って。ノー。さあ今回は、さあ4連で終わりと。で、枚数が404枚ですね。さあちょっと点火ポイントどうしましょうね。あと
710ポイント天下ポイント貯まっても別に当たりが確定なわけじゃないから、どんどん一回周りの様子見に行きましょうか。反逆は708番の方がリボンオンパラ弟子頃確定してて、で隣は回ってない、でその隣が今、14回で、これも朝動いてなかったんですけどね、途中から打ち始めた割にはしっかりプラスの域保ちつつ揉めてるんで、反逆もしかしたら比較的強かったかもしれないですね。こっちの松尾1は当たり結構軽めなんですよね。当たってちょっと伸びて、また当たってちょっと伸びてみたいなグラフで右に上がってるんで、これ人しかも変わられてます。3人目ですね。もしかしたらこっちの松尾1の凱旋は当たりだったかもとかね、ちょっと分かんないんですけども、でリゼロもね1台しっかり当たりっぽいのありましたね。561番、まだ16時前ですけど当たり9回ついてるんで、これはありそう。でその際4回なんだ、ちょっとやっぱり4回じゃ弱いか。この松尾1に、松尾1はリゼロ当たりでしょうね。あの1台はではどの道多分僕は無理でしたね。リバースカードあったからまだもしかしたら松井1当たり座れてたかもしれないですけど、ちょっと2番じゃ厳しかったですね。まあよくプラスで終われたかなと思います。いやまさかの抽選2番だったんですけど、あの1番が出てなかったらしいんで、実質1番での入場になります。おはようございます。お願いします。おはようございます。さて何行こうかな。宇野カードが5番だったんで5番台しか行けないんですよね。どうしましょう。みんなリゼロの方行きましたね。僕は5番にまつわる台しか座れないので、宇野カードで5番だったので、なのでスロットマドカ新編の松子の方で行きたいと思います。はい、それではスロットマドカ新編の415番台実戦スタートしていきたいと思います。オープニングでもあったように、宇野カードの台番号しか座れないというルールですので、和子先生のことを心配してましたよ。まあ僕は5番だったので、末尾5ないし真ん中の10の位が5、100の位が5、これしか座れません。で僕こちらの、稲毛海岸宇野さんに来るのが初めてで、この店内のがどういう傾向があるのかとか全くわからないですけど、でその朝常連さんに話を聞いた限りの6号機がまあ最近強いんじゃないかという話を聞きましたの でそこで末尾5を探した時にスロット窓か新編があったので、まあ、朝はこちらで様子を見ようかなといったところです。まあで朝その遊びに来てる人たちが行った機種なんですけど、リゼロと絆ですかね、リゼロと絆に流れるお客さんが多かったのかなと。あと北斗ですね、北斗の新しい6号機の検証ですね。61ゲームで今日チェリー、すっごいチーズ入ってんな。はい、73ゲームで記憶の回廊です。83ゲームで8点。
っと何もチャンスアップなかったんでダメかなって思ったんですけど、88ゲーム投手が2本です。お待たせしました。なんか恥ずかしいです。ソウルチームが、1回しか変わらなかったですね。頼みます。こんなに頼りな方がいるんですか。あと2回で連絡引けばいいのでここで頑張ります。これが私の役目だからねこれが私の役目だからねで外れちゃいますからね。さすがさやかちゃん。これが私の役目だからね。残念。シーン、インキュベーターに気づかれてしまうのです。インキュベーター。うおお、すごい光ってる。なんだろう。166ゲームでチャンス名、演出はやや強めです。やや強めだと信じたい演出でしたね。私も転入してきた口だからさ、なんかあったらそうだ。記憶の階段、すごくないですか今の入り方。いきなりすぎてびっくりしました。あー、これ熱いやつですね、おそらくついチャンス目でした。第3停止でなんか来るのかなって思ったんですけど、来ましたね。これでこれでどうかな。さすがに当たってると思います。あー、かわいい。いやー、これいいですね。はい、196ゲームでボーナスです。投手は5本。チャンス目ですね。いやー残念。京子京子まみさんなのでラッシュのチャンスです。いきます、お願いします。もうここで決めたいですね。あー、やばいやつ。ちょっと待った、これはどうだろう。お願いします。レイアクお願いします。こんなに頼りにでもいいのか知ったら。そうか、こういう日か。シーン、インキュベーターに気づかれてしまうのです。はい、再びインキュベーターです。厳しい一日になりそうですね。入りませんね、本当に入らない。81ゲームで記憶の回廊です。86ゲームで強チェリー。
スイカ取りこぼすとこでした今。なんか発展しましたね。さっきは強チェリーかもしれないですね。さっきの強チェリーですね。114ゲームで投資が13本です。ありがとうです。よし、行きます。さやかちゃん、マジで活躍した。まあ次の上乗せとかとんでもあのさやかちゃんの出番は出てくるので、ここも通したい。わあ、行かねえか。さあ本日初ラッシュです。ボーナス5回目でやっと入りました。行きます。さあ来ましたね、いきなりさやかちゃん。挨拶代わりの100枚ということでラッシュやっていきます。いきます。さあここでくるみ割りがあるかどうかですね。来い。来ない、44ゲーム186枚で終了です。スイカです。入りましたね。乾燥サワービール。はい、23ゲーム、干渉遮断フィード中のジャックチェリーから投資変わらず25本です。遮断フィードの国で終わりさについてきて、すぐに強弱を切る判断を極めるあなたたち。決着してますよ。よし、ちょっと上がってきましたね、いろいろ。おお、やりました。2つゲットできましたね。
キュベーター、ほぼ偶数ですね。行きます。26回 95.6 分の1、
で、チャンスゾーンが追加22回のうち5回突入しております。まあ、で、ボーナスが9回引いてて、そのうち2回がチャンスモードで、子役からボーナスが普通で直撃なしで、やっぱり僕は直撃信者なので、このスロット窓化新編に関してはなので、まあ全体的にそこまで悪くはないんですけど、4かなっていう印象です。で、4で打ち続けてでもちょっと厳しい部分もあるので、ここで実戦終了したいと思います。ありがとうございました。それでは店内の方を見ていきたいと思います。まずは北斗天翔ですね。318番台、77-8で2箱で、その隣319番台、73-8で2箱で、その隣、320番台、58-5で1箱で、その隣61-3で1箱。北斗天翔は割と、初当たりが取れているのかなと思います。はい、続きましてマイジャグ3のコーナーですね。こちらの451番台、14-11、136分の1で、その隣、452番台、13-12で112分の1で、その隣、453番台、8-8で110分の1。こちら、マイジャグ3のコーナーは 2V1 で、まあ、いい合算の台があるかなといった印象です。実戦終了です。お疲れ様でございます。お疲れ様です。さあ、記念すべきワールドカップ第1回目。お疲れ様です。あ、みんな店が分かれて、ちょこちょこっと LINE で、はい、どうだどうだみたいな連絡がしてたんですけどね。すげえ連絡来ますよ。めっちゃ来ましたね。午前中とか。いやいやいや、それは。何もしてないんじゃないかな。いやいや、そんなことないよ。めっちゃガツ立ち回りしたよ、ほんとに。ずーっと LINE が鳴ってましたよ。腰や腰や腰やって、なんで打ってなかったやっぱりな、これはもうちょっと初見なんで、はいはい、ガチですよ。あ、なるほど。これが真の立ち回りを、ちょっと本気になっちゃったから。なるほど、はい、楽しみです。どんな結果だったか。というわけで、おのおのの、はい、個人結果は知らないので、今の時点は知らない、はい、で、僕が一番最初に会社に帰ってきました。で、次にジンが帰ってきて、チリちゃんは僕らがいる間に帰ってこなかったです。はいはいはい、ってことは、はいはい、ねえ、いや、楽しみですね。ちょっと動画見てみても知ってると思いますそうね。じゃあ、行きましょうか。はい、じゃあ、ジンから、うん、順番に行きましょう。はい、じゃあまず僕の結果からです。スロット窓化新編の415番台を打ちました。で、投資が1175枚。回収が530枚で、収支がマイナス645枚という結果になりました。まあもう反逆打ったらもう上じゃなかったらもうしょうがないかな。途中まで、ああ4かなって思いながら打ってたんですけど、すごい偶数挙動で、でも直撃もないし、弱点がでも95分の1ぐらいだったんで、もしかしたらぐらいでしたけど、まあ直撃ないんで、もうここでやめとこうって、うん、なるほどね。まあ負けたまま帰って、友達を帰ってきました。さあ、はい、私はあげおのさんに行きまして、まあ、リニューマーある前で、かつちょっと打てる台番が、ね、ほとんどなかったんですけども、おきどきからのスーパーミラクルジャグラー行って、あとこじつけの乙女2って最初のおきどきで1本引っかかってくれたおかげで、はい、投資48枚から388枚獲得というわけで、私プラスの340枚で勝利でございます。あー、素晴らしい。この話もあります。これ多分1しか打ってない、これ。うのだけに、はい、あー、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあちりちゃん、僕はまあ見ていただいた通り、あの絆を打ちまして、帰ってこなかったことは、はい、もしかして、絆をしまして4時に終わりました。で、え、4時に終わったの？あの北越谷って、うん、僕ん家の隣なんですよ、うん、なんか会社が戻ってくるの、うん、あ、そうなんだ。あ、帰ったのか、とっつかんのか。いやいや、なんで4時に終わって帰りました。あ、そうですね。なんで、まあ順位的にはこう順位的には1、2、3、はい、2ですね、はい、まあ残念だ。で、ただね、
このワイルドカード、はい、これだけで終わらないんですよ。もう終わりですよ。いや、終わらないです。終わらないですね。何かがあるわけですよね。オープニングで、はい、ウノのカード引いたじゃないですか。引きました、はい、あるんですよ、エンディングでも。まあ、また引くんですね。また引かなきゃいけないらしいですよ。で、まあ、簡単にざっくり言いますと、はい、数字のカードを引いた場合は、まあこのサマネがそのままポイントになりますので、はいはいはい、そこに数字の分かける100ポイントゲットと。なので僕がまあ5っていう番号を今引いたら500ポイント、はい、あ、上乗せ、上乗せですね。なので、はい、ジンとか9とか引いたらもうプラス20ポイントになると。あ、でその代わりリバースか、まあいろいろありますよね、スキップとかいろいろあるんですけど、リバース引いたら収支が逆転する。リバース引いたら収支が逆転、プラスがマイナス、プラスがマイナス、じゃあマイナスが僕らはリバースでも一応 OK だ。星さんはリバース引くとマイナスになってくる。だから僕は数字から引いてない、はい、まあ、あとはスキップ引くと、はい、今回の結果がチャラになっちゃうとか、なんでマイナスの人はなってたまるか。あ、なるほど、そんなもん。まあ、俺が引いてもいいってことですね。そう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 、俺らが一生懸命働いたやつなってたまるか。負けてる人が、まあ、最終結果は得するような仕組みにもなってる。あ、そういうことですね。やりましょうよ。さあ行きましょうか。わりかし俺とだマイナスの人は何引いても得、まあ、得、ゼロ以外は得やな、はい、そうね、はい、ゼロだとプラマイ、あ、別にプラスゼロだもんね。リバースがやばいんだよね。はい、リバースはだからジンの方が美味しいですよね。そうですね、一気にだって2000枚前負けてる状態でリバース引いたら一気にプラスだし、逆に勝ってる時にリバース引いたらやばいからね。絶望っすね。何のための実践パーそうだよね。はい、というわけで、はい、いきましょうか。いきましょう。はい、じゃあマイナスの多い人からいきましょう。あ、じゃあ僕から。いや、もう見ない見ないで見ないで最後に一斉オープンでいきましょうか。今フィーリングがこの子とありました。この子、はい、はい、この子です。じゃあ、もう一回しいちゃん、これだな。これリバースカードしか、なんで本物これ隠すんですか。はい、じゃあこれでもちろんこれ一番上いきます。あ、こういうのはね、なんかヒゲさんがやつだから俺はいいじゃん。これこの辺そうですね。はい、じゃあ戻して、はい、いくよ。こっち、はい、こっちに、せーの、はい、どう、はい、はい、どう、はい、どう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 なの、いいですか。どう、どう、なんかうなだれてるから誰かがなんかやばいって言ってる。よお、うわー、あー、いい。つまり、まあ、僕はもうダメだ。ジンにも抜かれてるもん。本当だ、プラスになってる。僕プラスになりました。俺がこれで、収支にプラス700ポイント上乗せなので、僕が今1340枚プラスだったんで1040ポイントみたいな。そういうことですね、ポイントよーす、めっちゃリードや。になりました。やったな、はい、1点うのだらけに。そうですね、さすが一番持ってますね。やらせてもらってます。はい、っていう感じ で、ね、はい、このワイルドカードまだ続いていきますの で、 そうです、ね、もしよろしければこれからもご視聴のほどよろしくお願いいたします。次回はあげおのさんが、リニューアル直後っていうことで、はい、ちょっと収録ができないということなので、はい、次は2店舗での、2人実践になります。僕はだって呼ばれてないです。僕もです。俺も呼ばれてないです。おかしい、おかしい、誰もいないな。というわけで次回は、誰がどの編集部員が出てくる、やっぱいろいろ出たってことですね。そう、あ、なるほど。暇だ。多分またちりちゃん出てくるよ。これ相当ないですよ多分。もう二度とないじゃない。いや呼ばれてないんで、はい、まあまあまあ、なんで、ね、その辺も楽しみに。トータル1位を3回はい、OK です。やっていきましょう。頑張りましょう。というわけで、次回のワイルドカードでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。